この、まあ、この成績であればですね、例えばこの生徒に関しては英語が、まあ、英語の中のリスニングが苦手という形になるので、まあ、そういった生徒に対しては例えばリスニングの復習問題を付与してあげる。実際はこういったマークをですね、カメラで、まあ、読み取ることによって、こうやって写真を撮った状態なんですけど、QR コードとかですと、まあコードは埋め込まれている状態なんですが、この情報を、まあ、サーバーの方にですね、検証して、合致する情報を確認するとか。で、この問題ですと、まあ、理科、英語の復習問題という形になりますので、リスニングの、実際の問題が、こんな形で再生される。成績を確認して、苦手な部分に関してはすぐに復習できるという形で、学習、まあ、成績の確認プラス、その学力の向上というところに誘引するための仕組みとして、ご紹介をさせていただいています。もちろん動画とかですね、授業の記録があるようであればそのリンクを貼ることによってその該当部分を動画を見直して、まあ、復習できるという形で、そしてご紹介できる。本当に単純にただ撮影するだけで、そうですね、はい。でまたその QR コードと違って紙面を占有しないので、その部分でですね、その、まあ、限られた情報のスペースの中で情報が提示できるという形でご紹介をさせていただきます。